こんにちは。私たちの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方にありますように。東洋ロウはキリスト伝道教会前橋伝道所の村上美夫です。まず聖書を読みします。ルカの福音書2章。 15節から二十一節。ミツカイたちが彼らから離れて天に帰った時羊飼いたちは話し合った「さあベツレヘムへまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を」。 見届けてこようそして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶けに寝ている緑子を探し当てたそれを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。 聞いた人たちはみな羊飼いたちが話したことに驚いたしかしマリアはこれらのことをすべて心に納めて思いをめぐらしていた羊飼いたちは見聞きしたことがすべて 見使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり幼子の名はイエスとつけられた体内に宿る前に見使いが つけた名である。今回は。幼子の名は。イエスと題しまして。ルカ。二章。十五節から二十一節からお話し,します。十五節。御使いたちが。彼らから離れて。天に帰った時。 羊飼いたたちは話し合った「さあ別れ辺まで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう」。そして急いで行ってマリアとヨセフと会話オケに寝ている緑子を探し当てた。 羊飼いたちはイエスの誕生のことを光使いたちから告げられた時と重ね合わせますその場面は遡ってルカの福音書2章10節から12節です使いは彼らに言った「恐れることはありません見なさい」 私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたこの方こそ主キリストですあなた方は布にくるまって貝羽けに寝ている緑子を見つけます それがあなた方のためにためのしるしですこのように説明しています羊飼いたちは密会を通して救い主の誕生を告げられた後さあすぐに別れへんまでいって 主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこようと話しました。だからここに喜びがあるわけです。確かに羊飼いというのはあまり立派な仕事ではなく下げ済ませれていた仕事でした。だから社会的に弱い立場でした。 しかし神から救い主が生まれたという大変重要な知らせを最初に語られたのは羊飼いたちでしただからこのイエスが生まれたということを見つけ出すことができるのは羊飼いだけなのです羊飼いとしてはこんな自分たちに告げられたと大きな喜びが 止まらない、今すぐに見つけ出したいという気持ちだったでしょう。このように私たち信仰者としても、大きな喜びを持って進んでいくことが大切です。でも一つ問題は、キリストが生まれた場所はどこなのか。 このように見つかりの話には詳細な場所の説明がありません。あなた方は布にくるまって会話桶けに寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。 辻会たちは見つかりの話を通して探すことができる手がかりはというと貝羽桶けだけです。ですから貝羽桶けがありそうなところをあちこち一つ一つ探したかもしれません。 その結果やっと見つけたその場所でマリアとヨセフと貝話桶けに寝ている緑子を探し当てました羊飼いたちはあその通りだっただから 見つかいに告げられた通りとても大切な印は会話桶けの中にあると思ったことでしょう。17節それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。 聞いた人た人ちはみな羊飼いたちが話したたたことに驚いい羊飼いたちは見つかいから告げられたことをイエスが生まれたその場にいた人たちに語ったということがまず大切なことなのです。 もう一つ大切なことはこの民全体に与えられる大きな喜びであるということそしてあなた方のために救い主がお生まれになったということまたあなた方は布にくるまって会話桶けに寝ている緑子を見つけるそれがあなた方のための印ということです。 確かにこれらの内容は私たちがイエスのことを語るときにとても重要な内容であると言えます。つまりこの様子を見ると羊飼いたちはイエスを見つけ出すだけでなくその場にいた人たちに イエスのことを語っただから福音を語った状況といえますこの場面がイエスのことを話した第一番目の場面といえるでしょうでも私もこの場面を読みながら一つ気になったことは あなた方のための印として布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけると説明しています布にくるまっているということそして貝羽桶に寝ているということですある伝承によるとその時代 イエスが生まれたのは馬小屋ではなくむしろその時代の家畜小屋は洞穴で大きな岩の洞窟だったという伝承があります。ですから洞窟の中に布にくるまって寝ている というイメージに似ているのはこちらと重なるのではないでしょうかこれはイエスが十字架につけられて死んだ後議員のヨセフがイエスの体を下ろした後のことがこのように書かれています彼つまり議員のヨセフは体を下ろして 雨布で包み、まだ誰も葬られていない岩に掘った墓に納めた。ルカの福音書二十三章五十三節。見つかりたちが語った布にくるまって貝場けに寝ている緑子。それが。 あなたた方のためのめということはこのことではないだろうかいろいろ調べてみたのですがルーマニアの絵画を見つけましたこの絵はイエスが生まれた時イエスが絵馬桶けに布にくるまって 寝かされておりその上には星がありますベツレヘムの星のイメージです下側は大人になったイエスが十字架にかかって死なれた後布でくるみ岩に掘った墓に納めている様子が描かれていますですからこのあなた方のための印というのは実はイエスの死 そして復活というイメージを表しているのではないでしょうかそれだけではなくイエスが生まれて寝かされている場所はベッドならわかりますしかしルカの福音書で買い場をけとあるのはそれが臭くて癒しめられた場所という意味があるのです さらには「貝桶は食べるための器ですですからイエスがそこに寝かされているということはイエスが私の肉を食べ私の血を飲むものは永遠の命を持っています」と語られたことつまり私たちが今教会でイエスの体であるパンイエスの契約の血であるブドウ酒 それを食べる味わうという意味で会話桶けで表されそれもあなた方のためのしるしという言葉に入っているのではないかと考えることができますどちらにしても人間には理解しがたいこと神によるしるしが与えられましたそして私たちは今も 神からの印ととして見ることができます羊飼いたちの話を聞いた人たちは皆驚きましたね一方マリアはといいますと19節しかしマリアはこれらのことを全て心に収めて思いを巡らしていた羊飼いたちは 見聞きしたことがすべて見つかいの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていったこの場面では確かに突然羊飼いたちがやってきましたよね。だから どのののようにこの場所がかかったのかみんな不思議で理解できないんですねしかしこの羊飼いたちはたまたまではなくからら告げられ聞きました同じようにマリアもイエスを宿る前にガブリエルが来て告げられたことを聞きました ですから羊飼いもマリアも同じ経験をしました心が一致する面があったと言えますそのためみんなは驚く状況だったけれどマリアは不思議ではあるものの驚くよりも このことをすべて心に納めて思いをめぐらしていた。思いをめぐらすというのは過去を振り返り不思議な神の技。ガブリエルが告げた通りであること。羊飼いたちが話しも、救い主が生まれたと語った通りであること。そのことを考え深く思いめぐらしていたのです。 改めて一章のマリアの解任を前もって予告する時のことがこちらです。一章二十九節しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑ってこれは一体何の挨拶かと考えた。三十八節マリアは言った ご覧ください私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。この御言葉の様子の通り羊飼いたちが 見つかりから聞いた時の状況とマリアの状況は同じだったのです。このように人の理解を超えて神の技を成してくださることがあるからマリアもどうぞあなたの言葉通り にになりますようにと話した同じように羊飼いたちも見聞きしたことが全て密かりの話通りだったとその喜びの中にいますそういう喜びの中で神をあがめ賛美をしながら帰っていったこの様子はまさに喜び 感謝の気持ちがいっぱいいでしたいわばイエスによる神への賛美礼拝だと言えるのではないでしょうかこれを通して語られていることは今私たちがいつも捧げている礼拝も イエス・キリストがあってこそ礼拝ができるのです。その中に喜びがあるでしょうか神をあがめ賛美しながら帰っているでしょうかこちらはイエスが生まれてから8日経った時のことです。21節 8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり幼児の名はイエスと付けられた胎内に宿る前に御使いが付けた名であるこの「幼日というのはイスラエルでは古くからの伝統で生まれてすぐ 割礼を施すのではなく、8日目に割礼を施し。そして名前も決めてつけるという流れがあります。バプテスマのヨハネの両親。ザカリアと。エリサベスの例では、ルカの福音書1章59節を見ると同じように8日目に割礼を。 施し、そしてヨハネと名前も決めています。それだけでなく、こちらにあるようにアブラハムも神からアブラハムの家の者は皆世々に渡り、8日目に割礼を施さなければならないと仰せがありました。モーセの律法にもレビ記12章3節に生まれて8日に。 を施すとありますこの慣習に倣って同じようにヨセフやマリアも従って8日目にしました名前を決める権威を持っているのは普通は親か親戚が決めます。しかしか この場合はそうではなくイエスが宿る前から神が決められその御使いが名前を告げた時のことをがルカの福音書1章31節に書かれています見なさいあなたは身をもって男の子を産みますその名をイエスとつけなさい前もお話しさせていただきましたが イエスという名は大きな大切な意味がありますその意味は主は救いです神によって名付けられたですから救い主として来られたイエスなのです今私たちが教会はすべてイエスキリストの 後端であるクリスマスは伝統的に12月25日ですその12月25日から数えて8日目の滑稽を施す日は今でいうと1月1日になりますだから教会は伝統的に1月1日は週 イエス命名の日です私たちとしてもイエスと名付けられたその意味は主は救い」を表していることを覚えイエスのことを私たちは救い主として見る信仰がとても大切です。という意味で今日私たち一人一人 イエスによって神をあがめ主と共に歩むことができるその大きな恵み大きな喜びのうちに帰る羊飼いのようにまた神の御言葉を聞き心に留めたマリアのように私たちも一人一人イエスと共に歩むことができますように一緒に お祈りしたいいと思います共にお祈りしましょう恵み深い天の父よ今日緑をイエスと名付け私たちの救い主としてイエスを送ってくださった大きな恵みに主よ感謝します。羊飼いたちも 見聞きしたすべてが見つかりが語られた通りで喜んで帰っていったまたマリアも聞いたことを心に留めて思い巡らすだけでなくヨセフもマリアもイエスにかつれを施す日前もって神に告げられた通り イエス主は救いと名付けました。そのことも全て私たち教会にも受け継がられ,た告げられた恵みのうちに参加させていただきありがとうございます。主をどうか私たち一人一人がイエスと共に歩んでいくことができますように。 救い主という意味のイエスに信仰を持ってすべて信頼し主に従い共に歩むことができますように祝福してくださいすべてに感謝してイエスキリストの皆によってお祈りいたしますあめン